は一つに、先ほど申しました多国間の侵略、いわゆる戦争です。もう一つ、国民の基本的な人権が脅かされる、それは大きな自然災害もまさにこの事象に当たります。5年前、私どもは東日本大震災を経験をいたしました。昨年はあの常総市を中心とする関東東北豪雨被害を経験をいたしました。そしてこの4月、九州、熊本、大分を中心とする大規模な地震被害を今まさに経験をしています。こういう状況のこと時こそ、お一人お一人の避難を被災をされた皆様の人権を守るために、私ども公明党は全力を挙げて戦わせていただきたい、働かせていただきたいと考えております。先ほども報告がありましたように、直ちに私ども公明党茨城県本部は市民団体の皆様と協力をいたしまして、今回の熊本地震被害の被災地への義援金の発動をさせていただきました。わずか2日間で152万円以上の義援金が集まり、早速第一次の義援金といたしまして、日本赤十字茨城支部に皆様方の真心の義援金をお届けをいたしました。今日も茨城県の他の地域では義援金の活動も行われております。ゴールデンウィーク終了後、第2次の義援金の帰宅、皆様の真心を九州の皆様に届けてまいりたいと考えています。また私ども公明党は全国の国会議員と地方議員のネットワークがございます。先ほど申しましたように、この茨城県では東日本大震災や関東東北豪雨被害という大きな自然災害を経験をしました。その時に私ども茨城県は筑波にございます様々な研究機関と連携を取らせていただくことができました。例えば国土地理院、例えば防災科研、こうした国の研究機関と私ども国会議員、地方議員が連携をして、いち早く被災地の皆様に正確な情報を提供したり、さらには様々な被災者の皆様を支援をするシステムを導入をする、そういう活動も茨城にいながら具体的に展開をさせていただいております。私は発災後すぐに防災科学技術研究所という筑波の防災を研究をしている研究機関の皆さんと連携をして、現地の熊本市や町とすぐにその研究所のメンバーが入って、地元の皆様とのお手伝いができるように、新たな被災者の支援をするシステムができるように、具体的には被災証明書の発行の迅速に正確にできるようなシステムの構築を提案をし、地元の町会議員、市会議員、県会議員の皆さん、国会議員の皆さんと連携を取りながら、今そのシステムが動き始めているところでございます。今義援金の話をいたしました。義援金、第一部の義援金として、第一次の義援金として日本赤十字は全壊をした方、大規模な半壊をされた方などに20万円を一律に配るということを5月の初めに決めました。しかし残念ながら、これは罹災証明書という証明書が出ない限り、この20万円は被災をされた方の手元にはいかないんです。もっと言えば、被災をされた方があの避難所ではこれからの季節、梅雨の季節、暑くなる、大変生活のクオリティが低い、そういう状況の中で、例えばホテルや、例えば空いている民間の住宅、アパートに入る、これにも実は罹災証明書で半壊、大規模半壊、全壊という証明書がなければ、仮に入ったとしても被災と程度が低いと全額自己負担になってしまいます。だから今こうしたホテルや民間のアパートに入る人が少ないんです。日赤の義援金の20万円が被災地に手渡されないんです。こうした基本的なお手伝いをすること、もちろん国がやるべきですけれども、実際には地元の被災をした市町村、熊本市であり、益城町であり、南阿蘇村であり、
こうした地元の市町村がしっかりとした体制を組むことが必要である。そこに私たち公明党は、公明党の地方議員のネットワークでできることがたくさんある。具体的にそのできることをしっかりとやっている。これが公明党全体、公明党だということを皆様方にご報告をさせていただきたいと思います。憲法が保障する基本的人権を守る、これは被災をされた方々でも同じく等しく日本人としての生活、豊かで安全な安心な暮らしができる、一刻も早くそうした状況にすることが私たちの使命でございます。皆様方にご協力をいただきまして誠にありがとうございます。